イオアン・ズラトウスとは、ロシア帝国で建造された戦艦である。当初は、艦隊総甲艦、後戦列艦に類別された。ウクライナ国家で運用された時代も、同じく戦列艦に類別されていた。艦名は、キリスト教の聖人ヨハネス・クリュソストモスの、教会スラブ5名に由来する。なお、ウクライナ5名については、イオアン・ゾロトウスティーと表記されることも、少なくない。 日本語でもいくつか表記バリエーションがあるが、このページでは由来する、政人名の正教会で正式に使用されている、日本語表記に準じることとする。イオアンズ・ラトウスとは、1903年から1923年の、県間計画枠で、国会艦隊向けに発注された、艦隊総交艦の一席であった。県管計画の中でも、特に民間造船工場と、 官営造船所の事業経営を支援するために1907年から1911年にかけて実施された造船業への融通資金計画によって発注された。当初、この計画で建造される2隻の艦隊装甲艦は、先に建造された艦隊装甲艦ポチョムキンタブリーチェスキー港の 全複砲を 152mm 砲から 203mm 砲に変更する順道を計官として設計されていた。しかしながら予算の関係で複砲の感想は装甲砲座の下段のみに止められた。設計はアレクサンドル・ショット義士大佐によって行われた。事実ウエポ・チョムキンの焼き増しとなったが、司令塔の構造が近代化され、対機雷防御装甲も強化された。 煙突の大井が姉妹艦 F スターフィーとは異なる中央部分の飛び出た形状で、これが同系艦との外見上最も顕著な識別点となった。イオアンズ・ラトウスとは1903年6月13日付で国会艦隊に登録された。翌1904年11月13日にはセバストーポリのラーザレフ海軍交渉で寄港され、 1906年5月1日に浸水した。1907年10月10日には海軍で各種の類別変更が実施されたが、建造中であったヨアンズ・ラトウスとも艦隊装甲艦から戦列艦へ類別を変更された。1911年4月1日にはネームシップの F ・スターフィーに先んじて竣航した。F ・スターフィーの完成を待って、 同年8月11日には、パンテレーモン、エフスターフィー、ロスチスラフと共に、国会戦列艦船隊を編成した。また、この年内に主要艦主ら新番が第一司令塔に移設され、最上部にあった、可動式環境は撤去された。第一次世界大戦の気配が近づくと、イオアンズラトウーストは、両艦と共に、オスマン帝国海軍の戦艦撃滅のため、 戦艦艦隊による集中砲撃戦術の特訓に日々を費やした。仮想敵は国会艦隊のすべての戦艦の性能を上回る土球戦艦であったが国会艦隊司令部は多数の全土球戦艦による迅速なる集中砲火によってこれを撃沈することが可能であると踏んでいた。いよいよロシアが参戦するとイオアンズラトウースとは 国会やボスフォラス海峡において、タイオスマン帝国風サニングに就いた。6門の 75mm 砲は役に立たないとして、対戦初期のうちに撤去され、代わりに4門の 152mm 砲が増設されることとなった。さらに後には、これらは、同数の 203mm 砲に換装されることが計画された。しかし、この種の方の不足からこの案は却下され、 結局1916年に全ての 75mm 砲が撤去されただけに止まった。敵の交通路を断つため、両艦と共にアナトリア半島のゾングルダク、キリムリ、コズル並びにブルガリアのバルナの港湾部及び沿岸部への砲撃を行った。また、輸送艦隊の護衛に従事したり、機雷不設任務にあたる混成艦隊に加わったりした。 イオアンズ・ラトウーストが参加した最大の海戦は1914年11月18日に発生したサール1・岬の海戦であった。イオアンズ・ラトウーストは戦艦艦隊の砲撃を指揮する重要な役割を担っていたが、霧のため艦隊と敵艦との間の距離計算を誤り、この任務を遂行できなかった。海戦は機関 F ・スターフィーの股間噴戦により、 巡洋戦艦ゲーベンが逃走し終わったが、ロシア側の勝利宣言にもかかわらず、その実態は危機一発というべきもので、大戦前に特訓を積んだ艦隊による集中砲撃戦術も完全に失敗したと言える結果であった。1915年5月10日には、ロシア艦隊はボスフォラス海峡にてゲーベンと再び交戦した。この戦闘において、 ロシア艦隊は、ゲーベンの原則走行と、走行砲在の命中弾によって、損傷を負わせたが、イオアン・ズラトウーストと取り、スブヤ・チー・チェリヤも、また敵の砲弾の命中による、重度の損傷を負った。1917年3月8日に2月革命が、起きて、ペトログラートに、臨時政府が樹立されると、イオアン・ズラトウーストは、その管理下に入れられた。しかし、 ウクライナでは2月革命を機に独立と民族主義の機運が高まっており、ウクライナに駐留し、勤務者の大半をウクライナ人が占めていた臨時政府所轄の国会艦隊では、黄色と青のウクライナ国旗を掲げる艦艇が続出した。正式なウクライナ国家が成立する以前の1917年4月末の時点ですでに、セバストポリにあったほとんどの艦と、 海軍風評部隊で、ウクライナ系ラーダが組織されており、その中でも、イオアンズ・ラトウーストは、姉妹艦、イエウスターフィーロスティスラー・アウ、防護巡洋艦、パームやチメルクーリア、カフール、ブルート、駆逐艦、ザビードヌイと共に、最も積極的な活動を行い、最も、信頼された艦艇に数えられた。セバストーポリー中流艦隊は、ウクライナ・コサック出身の中佐。 ボロディームイル・サウチェンコ・ビーリシクイーによって統率されていた。一方、9月に正式に成立したロシア、共和国政府は、全国海艦隊艦艇は、ロシア共和国の権力下にあることを宣言した。その後ボリシェビキが10月革命を起こしたが、これに、ウクライナ中央ラーダが反対するとボリシェビキは、武力で対抗、赤軍をウクライナへ侵攻させた。 12月29日には、イオアンズラトウーストは、セバストーポリを掌握した赤色国会艦隊により、接収された。1918年1月14日には、独立したウクライナ人民共和国が、ウクライナ人民共和国海軍に関する臨時法を、定めて、国会艦隊艦艇の所有を宣言したが、ウクライナソビエト戦争は、ソビエトロシア優位に進められ、 実際に海軍艦艇がウクライナ人民共和国海軍に渡ることはなかった。ウクライナ国時代の1918年8月にドイツ軍の航空機によって撮影されたセバストーポリー港の様子。手前に戦列艦、ボーリャ、右手にイオアンズラトウーストが見える。しかし、ウクライナ人民共和国が中央同盟国と同盟すると赤軍は劣勢に立たされ、 し叩く間に、ウクライナを追われた。3月3日のブレストリトフスク条約により、占領地からの撤退を余儀なくされると、赤軍は、イオアン・ズラトウスとはじめ、国会艦隊艦艇を、セバストーポリー軍港で、武装解除して、保管状態に入れた。4月15日には、クリミア半島を制圧した、ペトロー・ボルボチャン率いるウクライナ、人民共和国軍によって、 イオアンズラトウスとは接収され、再び、ウクライナ国旗を掲げた。4月22日には、ムイハーイロサーブリン海軍少将によって、全国海艦隊艦艇都市設に、ウクライナ国旗が形容されるべしとする命令が、発せられた。しかし、4月29日には、ドイツ帝国の後ろ盾を得たヘイチマンの政変によって、中央ラーダ政府は倒され、ヘイチマンを主犯とする、 ウクライナ国が成立した。ドイツ軍がセバストーポリを攻撃するというボリシェビキによる先導で多くの艦艇が4月30日にかけてノボロシースクへの脱出を試みたが湾内に侵入したゲーベンとハミディへの砲撃を受けてほとんどの艦艇が脱出に失敗し港へ引き返した。それらの艦は機関などを破壊して放棄された。 イオアン・ズラトウーストもそうした艦の一つであった。5月1日には、イオアン・ズラトウーストは、セバストー・ポリにて、ドイツ帝国軍に接収された。ドイツ帝国海軍は接収した艦を、地中海艦隊に編入して、地中海へ持ち去ることを計画したが、ウクライナ国政府はこれに反対して、国海艦隊艦艇を返還する、要要求書を出した。 戦局の推移により結果として、イオアン・ズラトウーストは、地中海に持ち去られることはなく、ウクライナ国海軍への編入が追認された。中央同盟国が、連合国に降伏すると、11月24日には、イギリス・フランス連合干渉軍が、南ウクライナに侵入した。後ろ盾を失った、ウクライナ国は崩壊し、セバストーポリーにあったイオアン・ズラトウースとは、干渉軍に接収され、 イギリス海軍の指揮下に置かれた。干渉軍の撤退が決定すると、イギリス軍司令部の命により、ボレーズ・ザ・スボボ・ドゥー、エフ・スター・フィー、イオアン・ズ・ラトウーストは1919 19年4月22日から24日にかけて爆破され、戦力を喪失させられた。4月29日には、赤軍ウクライナ戦線に接収されたが、11月24日には、 南ロシア軍に奪取された。その後進のロシア軍は、赤軍の実施した、ペレチョンガル作戦に敗れて、艦隊を海外へ亡命させたが、イオアンズラトウーストは爆破のため損傷激しく、出港することができなかった。1920年11月15日に、セバストーポリは、赤軍によって奪回されたが、イオアンズラトウーストは、損傷が激しく稼働状態に服することは、 困難であった。結局、1923年には、コムゴスフォンドフに、解体のため引き渡された。最終的に、イオアンズラトウーストは1925年11月21日付で、赤色海軍を除籍された。ありがとうございます。